さあ遺跡動向ナンバー9でございます。よろしくお願いします。あ、井上までございます。ノーミルク佐藤です。はい、サッカーアカデミーは今日もプロサッカーデータモード先生にね、いろんな情報を伺っていきたいと思いますということでね、まあ遺跡ウィンドウが開いてますから J 海外いろんな動きがあるんじゃないですか、ね、それね、お耳で、即座にね、はい、お仕事しながら振り返っていけるというそんなのをやってるんですけれども、はい、ちょっと疑問なんですけど、遺跡金っていうのあるじゃないですか。ほう、あれがよく高騰して逆に動きにくくなってるとか。ああ、なんかあれでしょ、よく何百億みたいな感じ、何百万ユーロとかね。最近で言うとベイルがどうとかハメスがどうとか、ちょっとチームとしては出したいけど高くなりすぎちゃって買えない他がとかって言うんですけど、その辺の事情ってどういうことなのかなっていう。でも結局売れなく出したい、持っててもしょうがないってなったら安くしても売るわけですか。皆さんに分かりやすいに遺跡金を別の言葉に言い換えてみたいと思います。遺跡金を別の言葉に、はいはいはい、あのカタカナ6文字なんですけど、はい、一言で言い換えられるんですよ、はい、オークションです。オークション、あ、なるほどなるほど、オークションです、今だからいわゆるじゃあ、ね、いい値だってことですね。そう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 、はい、ではここで手を挙げた欧州のこの遺跡市場にベイル君が出品されました。大体わかりました、大体わかりました。手を挙げた人の中で一番高いところに行ける、まあ、言っちゃえば落札できるということですね。そう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 、ただだけどチームが決めてる最低ラインに達しない場合は置いとかなきゃいけない。そうですね、それは ある種買い殺し的なことになる。でもそのギャラを払わなきゃいけないわけですよね。ギャラって言ったら年俸を、はい、そうすると持ってるチーム、例えばレアルがベイル持ってるのは損になるわけですよね、うん、ってことは結局そのオークションの最高値に、まあ、落とす場合もあるということですか。全然ありますね。なるほどなるほど。あと最後は本人だったりとか、うん、代理人、うん、まあ、そういうところまで含めての話にはなるので、うん、いわゆる、ね、いくらまでだったら妥協するのかっていうところですかね。ははは、なるほどね。そうそう、じゃあその綱引きが831まで続くということなんですね、大体ね、あとだから、まあ、ただ、うん、まあ、例外的な要素はいくつも正直存在するんですよ、はい、いわゆる遺跡解除金みたいな、そういう解除金、そう、約束をしてるわけじゃないですか、遺跡をするっていうことというか契約をしてるわけだから。その例えばベールだったら今のレアルと、そう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 、はい、で最近分かりやすかったのが、はい、これも有名な選手ですけど、うん、あれですよ、フランス代表、フランス代表、アトレチコマドリードから最近バルセロナに移籍した、うん、グリーズマン選手です、うん、彼は今年もうアトレチコマドリードはもう新しく始動をし始めてるわけです。キャンプ、トレーニング、はい、始まってる。でその初日まだ結局移籍が決まってなかったので、あ、なんか行かなかったみたいなね。そう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 、まあでもこれって契約違反ですよね。本当はまだアトレチコの選手とか参加しなきゃダメだね。そうそう、うん、移籍が確定してるわけじゃないから、はいはい、でただもうバルセロナに最終的に、まあ、今の状態、うん、今我々収録してる段階4月の20日が移籍決定して、うん、バルサ行きましたけ ど、はい、結局それでまあダダこねてって言い方あれですけど、うん、彼が自分で払ったんですよ。お、契約を破棄しますっていう。なるほど、その違約金の分を自分で払ってまで移籍したかったということですね。そうです、147億はあ。これさ、チーム間がやり取りするお金とさ、うん、個人ってまあ桁が違いますよね、はい、よくあることなんですか、それを個人が払うっていうのは。あんまないですね。へえ、そこまでしてっていうことなんですか。うん、まあだから個人があったら出てるけど、まあ、色々あったでしょうけど、バルサが欲しいんだったらバルサがそれを払うべきなんじゃないですか、うん、ってことはなんか他にもあったってことなんでしょうね。個人で一回払ってもらって、実はバルサがなんか下で動いてる可能性もあるということですか。あ、なるほどですね。国内ではまあこういうこと起こはもう絶対に起こらないので、 J リーグではなぜ、なぜまずそもそもこういう話が出てこないです。うん、なんでなんだろう。移籍金が発表されてないので、あ、メディアに僕らまで降りてこないってだけで。そうですね、もう代理内々ではあるかもしれない。内々ではあるけど、こっち側にはないです、ね、なぜ海外はそれをマスコミに発表して日本は発表しないわけ。海外でも隠すところあるわけ。いや、基本的には出てるんですよね。これも結局僕はなんでなのかなってことを、ある意味では知るために今の会社を起こしたのもんだ、ね、あら、まあ、なんですそれ。もともとね、生きる意味を知るために生きてるみたいな。いや、でも本当にね、もともと僕海外サッカーって正直全く興味がなかった。うん、あ、そうなんですか。こんなにワールドカップとかも興味なくて、うん、本当にめちゃ全然興味なかったんですよ。うん、僕も2歳ぐらいの時は興味なかったですけどね。もうミルクとお母さんしか興味なかったです。すごいな。僕ね、ごめんなさい、ミルクは今違う、何にも乳製品アレルギーと関係なく言っちゃった。大丈夫大丈夫です。 目で分かりました。急に先生がスンと落ち込んだから、ごめんなさい。僕ね、本当に20代中盤まで全然興味なかったんですよ。あ、そうですか。だからロナウジーニョとかも結構知らないんですよ。ああ、そうなんですね。だからそっからググッと興味持ってこんなに
すごい知識だ。まともにちゃんと本当に海外の選手一番最初に覚えたのは、はい、あのトッテナムのエリクセン選手だと思います。なるほどっていうぐらいに最近なんですよ。そんな先生が。そうそうで、うん、結局じゃあ何かって言われたら、まあ、詳しい話はねよく話してる2013年の U17 ワールドカップで、うん、三沢健人選手、はいはい、まあ、それからサッカー自体は田中達也選手で入って、うん、森重選手で覚えて、はい、で三沢健人選手のプレーを見て、あれ日本ってアシストの概念もないの案外ってこと知ったんですよ。アシストの概念もないな。あの例えばですけど、要はあれですよね、僕が聞きかじった先生の記憶からいきますと、うん、そのベストゴールがあったけどパスの 4本先のパスかなりプレーしてなかったとか、まあ、時間もあるんでしょうけどね。そうそう、うん、であとそれ以外で言っても例えば J リーグの公式サイトとか見ても、うん、アシストランキングってないんですよ。ああそうなの。ないんです。へえ。で集計してないんですよ J アシストランキング。おそう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 、確かに。で今でもなくて、だからおかしいなってことを思って、じゃあ自分たちでつけてみようかなと思わず、まあ、結果的には思うんですけど、その時に結局日本ってどんなデータがあるんだろうって言われたらほとんどなかったんですよ。で海外だったらある。なるほど。でその移籍金とかに関してのそういう情報も海外はあるのに国内はなんでこんなに隠すのか分かんないなってのところがきっかけにはなっていたんですよね。なるほど、そうなんですね。まあ、正直ただ会社を起こしてみて分かったのは今でも何も分かんないんですけど、なんでないんでしょうね。なんでないんでしょうね。ただ隠しサッカーのことに関しては結構みんな輸入してるじゃないですか。うん、全てにおいてこうね、模倣から始まってるとこあるですね。重要性があまり認められてないってことのかな。だから推定の移籍金とか、あと推定のあと年俸とか出すけど、そう、ね、なんか別に出しゃいいのになっていうのは思いますね。あとあの契約年数があと何年かも我々知らないですもんね。そうなんですよ。それは海外は出してるんですか。あ、もう余裕で出てます。むしろ何月何日かまで出てます。それはさ、国際潮流なんだから出さない、なんか意味があるんでしょうね、日本なりの。ね、だから日本だったらつつましさですか。でもそんなこと言ったらでもそうなってくると、うん、レンタル遺跡に関してはしっかりあるじゃないですか。あ、レンタルだよとか完全遺跡だよっていうのは知ってますよね。うん、あ、うん、日付まで決まってるんです、レンタル。そうなんですね。例えば2020年6月30日。日本人は先生借りたもんは返すっていうね美学なのかな。あれ借りパクのケース も、 でもそれってサッカー界にとっていいことなんですかね。どうなんですかね。どうなんでしょうかね。だから今後どうなっていくのか分かんないですけど、マーさんがやっぱりおっしゃられた通り、あ、でもそっか、業界では知られてるのか、代理人の中では知ってる。ああ、そっか、だから影響はないのか。影響はないです。だから別に我々が知る知らないなんてぶっちゃけどうでもよくないっていう多分考えだと思うんですけど。なるほど。でもそこでなんかやきもきさせてるぐらいだったら別に公表して問題ないんだから出しゃいいのになって思いますけど ね、どういうことなんでしょうね、そこはね。ちょっと分かってる方教えてください。ちょっとそれね、またちょっと分かったらというか、はいはいはい、なんか流れ変わったらちょっとお伝えもしたいなぁ。なるほど、移籍金っていうのはまあそうなってるわけですね。はいはい、分かりました。ということで、はい、今週あの週明けの週明けじゃない土曜日ですよ今日はね、4月20日の、まあ、6時夕方撮ってますけれども、何か動きがありましたでしょうか先生。なんとですね、遺跡の8のところから、日本の遺跡が、日本国内ですね、日本国内での遺跡は、はい、うん、なんとあ2件しか動いておりません。あ、そうですか。はい、あらま、ですね、動いたのがね多分僕、はい、いや3あ5件ありましたね、一応チラッとだけ言えばですけど、まあ、最近のところで、はい、まず4月19日、そのまま遡って形にしますけど、昨日になります、金曜日、レレウ選手が、あ、湘南のね、はい、水戸に行きまして、はいはい、水戸に、ああ、それは伺いましたね。そっか。そしてあとはマリノスのキーパー原田岳選手が、はい、育成型期限付き移籍で相模原の方へ行きました。おお、はいはいはい、はい、田中選手とじゃ争うのかな。うん、そうですね、そこら辺と争う形になります、うん、はいはい、そしてガンバは、まあ、これもだいたい出てますけど、鈴木優斗選手、川崎の鈴木優斗選手を、はい、まあ、サイドプレイヤーですね、そうですね、獲得と。ガンバは今サイドが欲しいですからね。欲しいんです、はい、だからこれ獲得したという流れがありました、はい、田中ね、中村が出ちゃいましたから。そうなんです、はい、実はですね、そしてちょうど取ってる今まさに、はい、ガンバ大阪 VS 名古屋グランパスが始まったんですが、この試合がラストになります。中村圭人選手スタメン で、あ、出てましたか。あららら、そうですか、はい、ちなみに太田光介、宇佐美貴史なんかは、なんと中村圭人、はい、このラストゲームで、はい、宇佐美貴史と共演です。いやー、見たい。もう今すぐやめてみましょうつければいいのにね。太田光介は出てますか。なんと、はい、3バックの左です。3の、あら、あらららららら、え、じゃあ吉田さんも出てんの。吉田さんが左のウィングバックやってます。うわー、すげえ。ってことは共演してるわけ。してます、吉田太田が。吉田太田共演です。面白い。へー、あれ逆じゃない。逆
逆ですよね。でも一応それだけ言っておくと、そうですか、あの結果論の話だと、僕は吉田選手が外れると思ってたんですよ、うん、はいはいはい、どっちかじゃないみたいなことでやろうとしてるのが多分マンチェスターシティと、はい、あとはベガルタ仙台でやろうとしたことだなと思っていて、スリーバックの時の、うん、いわゆるサイド右のストッパーか、はいはい、左のストッパーの選手が、はい、いわゆる偽センターバック、うん、偽センターバックとして前に行く、だから今まで考えていたサイドバック太田光介の概念はもう捨てた方がいいかもしれません、うん、なるほど、太田光介が中に入ります、あら上げてくれか、うん、吉田が中に入って太田がサイド行くパターンもありますけど、そこはちょっと流動的になったり入れ替えたりとかってことですね、そうですね、だからほぼ2バックです、はい、そうですか、はい、あらららっていうことをやってきまして、なるほど、あとさらにですね、うん、関根選手もスタメンです、浦和の、はい、あら今日はちょっと面白いんじゃない、いろんなことがプレビューで言った通りですな先生、そうなんですよ、本当にいろんなことが起こっております、はい、でただですね、はい、今後の移籍、今後の J の移籍は正直まだ残ってるんですよ、残っている、まだ残ってるはず、うん、まだ動いてない、動きそうなところが、そうグラグラした歯があるはず、はい、そうなんです、うんうんうん、でそのうち、あとそうだこれ言わなきゃいけなかったんです、はい、もともとなんか僕匂わせてた移籍あったじゃないですか、なんだっけ、なんか、まあ、あ、そう、暖色系でも寒色系でもない色のチームからみたいな、はい、あれですね、はい、多分なくなりました、なくなった、なくなった、はあ、なくなった理由は、多分7月20日のニュースを見てればそのうちのどれかが該当してるはずなので、あ、なるほど佐藤が言ってるのはそういうことだったんだろうな、何何それ、またそれはちょっと後でお伝えさせていただければと思います、あ、そうですか、なくなっちゃったと今言ってくださいよ、まあ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 関東方面のチームの話です、あ、そうですか、はい、わかりました、まあ、ここから移籍したら僕もびっくりです、はい、ということであとはちょっと海外だけいくつか触れていきたいなと思っております、はい、で海外って言いたいんですが、その中で一つ、うんうん、前田大然選手ですね、はいはい、おそらく今日の試合がラスト、だからこれもしかしたら出してる頃には移籍決定してるかもしれません、ポルトガルのバリティモの方に移籍するんじゃないかという形ですね、もともとバルセロナという話もいろいろありましたが、それ以外にもおそらく来てたはずなので、まあ、その中で出すから、もしかしたら一番主力級の扱いなのがマリティモ、うん、なんだろうなと、あとこれもしかしたらマーさんご存知ないかもしれないですけど、中島翔也選手で一つ動きが実はあったんですよ、え、動きが、はい、大怪我って聞こえた、違うよね、動きがあった動きです、滑舌気をつけてください、びっくりしちゃった今、動きがあった、背番号覚えてます、それ僕あの記事見ました、お8番で決めてたんだけど、はい、10番が空いたんですね、はい、だから2番にしたんですね、なんでするかいな、なんでやねすげえ10番だ、ポルトの10番、ポルトの10番になりました、かっこいいね、これはすごいことですね、ポルトの10番っていいね、はい、すごいなりました、はい、これは嬉しいお知らせですね、嬉しいですね、10番の人があの移籍しちゃったんです、移籍しました、で空いたからいいって聞いたらしいです、自分で、うん、そしたらいいよって来たらしいので、そんなポップなんだね、なんか可愛いなと思って、あ、そうですか、はい、いいよ、これは嬉しいね、やっぱりかっこいいよね10番ってね、そしてもう一つ、逆に、逆の遺跡が、逆の遺跡が酒井豪徳、あ、なんか帰ってくるとか帰ってこないとか、東京なんじゃないかなって思ってて今、東京ですか、うーん、神戸ではないと思ってるので、はいはいはい、で新潟にはさすがにまだ戻らないでしょう、あ、そう、まあ、実現状そうだしってこと、僕東京じゃないかって睨んでるんですけど、一番欲しがってる婦人的には東京、そうですか、まあ、おじそく一人取ったから大丈夫かなとは思うんですが、とはいえまあ結局一人足らないですよねと考えると、酒井豪とかありなんじゃないかななんていうふうには勝手に思ってます、うんうんうん、東京で暮らしたいでしょうし ね、 ちょっと ねあと、伊藤達也選手、はい、もうどうやら多分これっちは欧州内移籍だと思いますけど、ハンブルガーから、そうなんです、だからハンブルガーからは日本人がゼロ、ああそうですか、になると、はいはい、そしてまず今撮ってるこの7月20日から1週間後、はい、そのブンデス2部開幕です、あ、もうブンデス2部始まる、そうなんです、となった時にブンデス2部組がちょっと今大変で、もともと去年あのブンデス2部にいたまず奥川雅也選手がザルツブルグに帰りました、うんうんうん、あ、そうですか、で井出口洋介選手が、うん、多分ガンバには帰ってきます、はい、がまだ決まってない、ね、それは楽しみだね、で宮市選手はそのまんま、はい、
あ、そこですね、ドクロのチーム、はい、そうそうそう、なんだっけ、なん出てこねえや、今パッと僕も出てこない、ダンクとパウリね、そうダンクとパウリ、もう本当にあんなに知ってるのに ね、あとはハンブルガー組がおそらくお二人ともいなくなるんじゃないかと、でハノーファー組2人、浅野選手と原口選手もおそらく移籍なんじゃないかということで、あ、そうですか、分ですから一気にちょっと日本人がいなくなる、一部は長谷部と、はい、あれか、長谷部、鎌田、大迫、 あとは鎌田大地、あ、そうかって言いますね、うんうん、一応。なるほどね。そうそう。香川真司選手もどうやらベシックタッシュじゃないかみたいな。まあほぼ決定だと思います。ああ、そうですね。はい。なるほど。になるとは思われます。はあ、はあはあ。なんでトルコは長友、香川の2人になるんじゃないかな。あ、そうですね。はい。ぐっとここへ来てスペイン、ポルトガル、ベルギー。ちょっと増えてきましたね。代わりにもともと長くねみんないたこのドイツからはちょっとかなり人が、この傾向はちょっとあの慎重になったってことですか、慎重になりましたね、結局レギュラー活躍したいしなきゃいけないんだっていうことを、そうですね、ってことですか、あとだから新しい潮流としては他にやっぱり、あの豊川雄太というパターンがあるので、もうオイペンの主力っていうかキャプテンやってもそろそろおかしくなさそう、なるほど、なるほど、なのでそれぐらいのレベルになってる、いわゆるオイペンってベルギーですね、ベルギーです、うんうん、だからベルギーでしかも代表にも行かない選手だし、ああそうね、確かに、そうそうそう、確かに、だけどこうずっとこう密着っていうかこうマークというか、まあ、されてるようなレベルでもあったりするから、移籍の新潮流なのかもわからないですね、になってきたのかな、だから新しい流れが出来上がってきつつあるのかなといったところ、はい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 、うん、なるほど、まあ、今回はまあでもポルトの10番まで駆け上がってるわけだからね、そういうステップでね、 あと最後にこれを話したいのか、はいはい、忘れてた、ええ、最後、ええ、日本人選手で海外で活躍できる条件、うん、おー、それはちょっと聞きたいです ね、これ最近とある2人が見せてくれたので、言っちゃいたいんですけど、これ大喜利のお題にもしたいぐらいですよ、したいですよね、あの1人がですね、はい、名古屋の菅原幸成選手、はい、で1人がボローニャに移籍した冨安選手なんですけど、うん、まず絶対なのが、うん、初日でボケてつかみを取ることなんですよ、あー溶け込むということね、はい、菅原幸成がまず初日でやったことが、はい、あのチームメイトとかの前で、うん、あの変顔披露、はあ、そしてあのチームの どこに行ったんでしたっけ、オランダの AZ に行きました、おー、はあはあ、でチームの SNS でもそれを披露、なるほど、なんで地元のファンにも爆笑されております、ひょうきんなやつだなっつって受けたのね、受けました、やるじゃんか、で冨安に至っては、はい、何度も踊っております、おー、そうですか、はい、冨安がですか、冨安がみんなの前でなんかシャイっぽいじゃないですか、めちゃめちゃ踊ってます、向いてんだね、じゃあそうですね、むしろもうなんかディスコで踊るぐらいの感じのダンス、ちょっとほらベルギー挟んでるから、そう分かってる、やっぱり分かってる、あ、そういう意味でもステップなのね、そうそうそう、溶け込み、あ、ベルギーの時あの初日ちょっと滑ったな恥ずかしがってみたいなのがあるから、でもああいうことすれば大丈夫なのかもしれない、ボローニャでは失敗しねえぞって、あ、そう、高校デビューみたいなもんだね、中学デビューにちょっとやっぱり経験があるから、そう一回やってたから、なるほどね、そういうことね、だからボローニャでちょなんだ 初練習の日に2人より自己紹介あったんですよ、で最初冨安呼ばれて、監督か誰かと踊って、もう1人を呼ばれて3人で踊ったみたいなところとかもあったので、そういうところだね、こういうのいいなって、躊躇しないってことがもうアジア人が躊躇しないのは面白いんだろうね、もうね、そうそうそう、多分そうですよ、そう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 、ね、アジア人がなんか陽気にやってるだけで可愛いんだよ、きっとね、そうなんです、でちなみにあの入り込んできた情報なんですけど、はい、現在名古屋対ガンバが前半8分で1対1です、はい、面白いゲームになってますよこれ、ね、ちょっと痛いですね、これ今週のピックアップゲームじゃないですか、なるかと思います、さあ5点以上決まるでしょうか、なるほど、リアルタイムに、ね、収録もしてますから、はい、ます、これでもそういうレッスンはあれですね、ぜひ本田圭佑選手にね、あの講習会開いてほしいですね、歌っていただいてね、はい、とかそのこういう経験があってこうやって溶け込んだんやなあ長友、そうですねっつってね2人はそれでもうずっと講習会でね、食っていきますね、セミナーです、セミナー食っていくのはもういろいろ食っていけると思いますけどそれで食いつなぐような感じじゃないと思いますけど、はい、ぜひそういう経験は伝えてもらいたいし、ね、なるほどね、でも翔や中島もそういうの得意そうに見えないんだけど、まあ、逆にアイドル系愛されキャラかもしれませんね、あ、そうなのかね、なんかそういうやっぱりそれも能力才能の人と香川真司とかもやっぱ上手なんだね、そういうのがね、そっちのパターンですからね、そうですか、っていう意味では久保もねバンバン話しかけてるって言いますしね、うん、いいですね、まあ、久保くんの場合はもう日本人が溶け込むというよりはもうちょっとハーフみたいなもんですからね、育ちがね、はい、帰国子女ですかね、ある種ね、なるほど、面白い、はい、わかりました、日本人がちょっとね置いてきがちな
ところをちょっとね海外に出ることで、はい、うん、なるほど、そんなちょっと特別な回をやらせていただきました。わかりました。ということで移籍動向をお送りしてまいりましたミルクサッカーアカデミーです。チャンネル登録をお願いします。そして生ライブも8月7日に大塚ドリームシアターの方で、限定50席開催中でございます。チケットのお問い合わせ、並びに、予約は、概要欄をご覧ください。見てください。ということです。また明日お会いしましょう。ぜひチャンネル登録お願いします。先生ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんいってらっしゃい。朝だからね。はい。